ヘイボリンですか、大会まで2日になりました。カメラが落ちる。ヘイボリン元気ですか、大会まで残り2日です。今現在時間が2時50分です。朝の7時から、昨日の動画を編集してました。それが終わって、まあ、その間にちゃんと食べたりして、あのタンパク質だけなんですが、朝に卵とかその後にささみ食べて、早く、カーボローディングを始めたいところなんですけど、まず先にやらないといけないのはこの最後のトレーニングです。去年もそうだったんですが、最後のトレーニングは、大会の2日前、最後のトレーニングのテーマはディプリートです。とても軽い重量で、まあ、10から20レップ全身鍛えます。昨日鍛えた場所、胸と腕は鍛えません。もうトレーニング終わったらすぐに回復の方に入れるように。去年も同じようなこと言ったと思うんですが、まあ、軽くやるんですけど、頭の中は本気って感じ。 OK、 今日のトレーニングも、まあ、普通にトレーニングしてる様子に後ろに音楽でも流そうかな。カネキンチャンネルを昔から見てる人は多分何の曲が流れるか、ご存知かと思います。それでは行きましょう、最後のトレーニング。In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.思ったより狭いですね。ポージング練習がやりにくいかも。ホテルに着きました。現在10時23分です。まあとりあえず持ってきたものを見せましょうか。 What's in the bag? What's in the box? What's in the suitcase? こちらにノートパソコン、時間があるときに、これで動画編集します。カメラレンズを、まあ、これは関係ない。明日の朝タカが来るんですけど、もう一度カメラ機材とか持ってきます。もちろん服ですよね。服プロテインバー、ピーナッツバター、なんだスプーンでもスプーンとか食べるための、ライスケーキ食べ物ばっかりか。でこちらになんか、こちらにヘアブラシとかヘアスプレーとか、シェーバーワックス、なんだっけ、グリースみたいなやつとか、いろんな色のメイクを持ってきました。タツヨを完璧に消すために。まあ、もちろん少し後は残っちゃうんですけどね。これはなんか、ボディビルドットコムで買えたあのタトゥーを隠す用のメイク。色はすごく濃いので自分の肌よりも、結構濃い可能性あるので、もうちょっと薄い色とかと混ぜてうまくタトゥーを、消します。そしてお弁当。このホテルルームって冷蔵庫
まさかない、嘘でしょ。ちょっと待って、探してくる。あったあった。セーフ、向こうに小さな冷蔵庫ありました。セーフです。これは、明日食べるためのお弁当、3食分、ビーフ、ブロッコリー、パプリカ、ガーリック、まあ、塩コショウ少し振って、まあ、全く同じ食事が、3個あります。カーボをたくさんローリングするので、タンパク質はそれほど取りません。あとこっちのバッグには、まあ、シェイカーカップとか、もしすぐに必要なもの、大会当日使うもの、このウォームアップのゴムバンドとか、まあいろんな、わかんない、携帯用のものとか、ライスケーキ、電車の中 でライスケーキを何枚食べたかな、8枚ぐらい食べましたね。で、靴が入ってて、まあ、あまり、なんかあまり物持ってきてないです。そんな感じです。以上、僕が持ってきた荷物です。もう夜遅いので、そして明日も朝早いです。明日は、午前8時からスプレータンニングです。なので、なんかもう少し食べ、ちょっと遅いんですけど、カーボがまだ足りてないので、まあ、軽くなんか食べて、ゆっくりして、まあ、今日ドタバタな日でした。ほぼ動画に撮れてないです、今日もやったことは。皆さん、カウントダウンシーズン楽しんでいただけてるでしょうか。コメントとか読んでるんですけど、結構みんな楽しんでるみたいなので、よかったです。明日は丸一日ここ大阪に、います。サブローディングの様子とか、まあ、明日いろんなあの用事があるので、それもお見せしていきます。カウントダウンシーズン引き続きお楽しみください。今日はこんな感じで、動画を終わりにします。今日の動画は本当にカウントダウンシーズンの中でも適当な方の動画だと思うんですが、明日 See you tomorrow. Work hard. See you results. Thanks for watching and I'll see you again soon.